地図学、地図学、地図学、英語、カーターグロフィーとは、地図、または地球儀を作成するための研究である。地図制作法とも言う。また地図学といった場合、工学方面では、地図を使った測量、毒図などの技術を研究する、測量学的な研究を指す。英語のカーターグロフィーはギリシア語のチャーティス、地図とグラフイン、記述するに由来する。 地図は伝統的に紙とペンを使って作成されたが、コンピュータの出現と広がりが地図制作に川をもたらした。現在、大部分の商業的で高級な地図は、三つの主な種類のソフトウェアの一つを用いて作成されている。すなわち、カナダドル、GIS、および地図制作に特化されたソフトウェアである。地図は空間データの視覚化のための道具として機能する。 空間データは測定から得られデータベースに保存することができる。データベースから空間データを多様な目的のために抽出することできる。この分野における現在の傾向はアナログな地図制作方法からデジタル的に操作することができるダイナミックで双方向的な地図作成の方向に移り変わってきている。地図作成の過程は客観的な現実の状態があり、 抽象概念のレベルを加えることによってその現実の状態を信頼できる形で表現できるという前提に基づいている。現代の高等教育では測量学や都市工学、地理学関係の専門家庭科目として研究、教育がされている。知られている最も古い地図は紀元前5000年期に遡る。最も古い地図は関連する隣り合う。 含まれる地域といった理想的な関係を強調している。紀元前23世紀のアッカド帝国、紀にバビロニアで始まったとされる幾何学の出現とともに地図制作が大きく発展した。バビロニアの歴史のッシート人の時代、紀元前14世紀、紀元前12世紀のものと考えられる、生徒ニップールの彫刻地図がニップールから見つかっている。エジプト人は、 奇科学を用いて土地を測量し、ナイル川の定期的な氾濫の後で不明瞭になった区画を再測量した。古代ギリシア人は地図制作に多くの芸術と科学を加えた。ストラボン、紀元前63年頃引く、紀元21年頃は地理学を表し、他の人物の作品を批判したため、地理学の父として知られている彼が言及しなければ、 批判された人物のほとんどが知られることはなかったであろう。ミレトスのタレス、紀元前600年頃は地球が水で支持される円盤であると考えた。ミレトスのアナクシマンドロスは同じ時期に地球が円筒状になっているという理論を提唱した。紀元前288年、サモスのアリスタルコスは太陽が宇宙の中心であるとする説、地動説を参照を 歴史上初めて唱えた。紀元前250年頃、キネスのエラトステネスは日天間の井戸さと、守護五千町の定めをもとに、現在認められている値の15%の誤差のうちに地球の周長を推定した。イオニアのピタゴラスが地球がマリーと唱えた最初の著名な人物であった。アリストテレスは後にこの考えを指示して、議論を提供した。 その議論は以下のようにまとめることができる。ギリシア人も地図の投影の科学、すなわち飛行機から地球の局面を表現する方法を開発した。エラトステネス、アナクシマンドロス、ヒッパルコスは、緯度と経度の格子の仕組みを開発したことでソナが残されている。紀元前200年頃にエラトステネスは、正教円筒図法を発明したとみられる。クラウディオス・プトレマイオスも、 紀元前150年頃に、聖巨円水図法を含む地図投影法を発明している。ヨーロッパの地図学的な進歩は中世まで眠ったままとなった。この間の時代は、哲学的思想が宗教の方に向いていたからである。ロジャー・ベーコンによる投影法の調査が行われたり、ヨーロッパの通称路を行き来するためのポルトラの海図が作られたりするなど、 この分野はいくつかの点で進んだものの、地図学の組織的研究や応用への刺激にはほとんどならなかった。この時代の世界の地図のほとんどは、キリスト教の宇宙観を示した図であって、厳密な地理的表現を目論んだものではなかった。文字通り長方形と円で作られた、いわゆる通図の様式に従っていた。この様式は地球平面説に基づいて描かれたとみなされがちだが、 実際にはそうではなく、当時の西欧の教養人の間では、地球球体説が常識であった。大規模な地図制作も、同様に抽象的な図紙の方に向いていた。というのも、地石の必要性が、一般的には測定値によるより、むしろ目標の説によって満たされていたからである。対照的に、この時代の中国では、厳密でないとはいえ実際の測量に基づいた。 長方形の座標形が使われていた。中国での宇宙観が自分たちの経験の外にある土地を説明する協議を与えなかったため、中国では世界地図は生産されなかった。残された文書から中国の哲学者は地球が平らであると考えていたとが示唆される。ラクタンティウスなどの少数意見の2、3の神学者を除き、キリスト教とイスラム教の哲学者は、 球面の地球というギリシアの概念を固守していた。ヨーロッパ人によるアメリカの発見と、それに続く統治と分割の努力のために、科学的な地図制作法が必要となった。大航海時代に始まった、世界化の潮流はルネサンスまで続いた。これは、結局、科学的な正確さに対する懸念を、啓蒙時代に引き継ぎ、世界を分類したいという欲求が、地図制作を、 さらに科学的に発展させることになった。大航海時代が進展しつつあった16世紀には、地理学者メルカトルがメルカトル図法を考案し、航海用の地図の重要な図法として、地図制作の歴史に大きな功績を残した。18世紀後期には、ヨハン・ハインリッヒ・ランベルトが、ランベルト昇格塩水図法や、横メルカトル図法など今日でも広く用いられている7つの、 地図投影法を考案、発表している。地図学において、新しい世代の地図制作者や利用者の要請に応えるため、技術が継続的に変化している。初期の地図は、ブラシと羊皮紙を用いて手作業で作られ、それゆえ一枚ごとに品質が異なり、配布も限られたものとなっていた。方位自身やずっと後の時代の磁気記憶装置といった磁気装置の出現によって、 はるかに正確な地図が作成できるようになり、デジタル的にそれらを保存したり操作したりすることができるようになった。印刷機、四分儀、ノギスといった機械装置の進歩により、より正確なデータからより正確な地図の複製を大量生産できるようになった。望遠鏡、六分儀、その他望遠鏡を用いた機器などの光学的技術により、土地の正確な測量が可能になり、 正午には太陽の夜には北極星の高度を測ることでその土地の井戸を知ることができるようになった。石板印刷や光科学的プロセスなどの光科学的な進歩により細部にわたって綿密で形が歪まず湿気や摩滅に強い地図の制作が可能になった。これによりさらに板への彫刻が必要なくなり地図の作成や複製の時間が短縮された。 20世紀半ば以降の電子技術の進歩は地図学における新たな大変革に至っている。特にスクリーン、プロッタ、プリンタ、スキャナ、分析的、ステレオプロッタといったコンピュータハードウェイ装置と視覚化、画像処理、空間分析、データベースなどのソフトウェアによって地図の制作は民主化され大いに広がることになった。デジタルラスタグラフィックも参照。 基本的な地図を理解する際に、地図制作法の分野は、一般地図制作法と、主題的地図制作法の二つに分類することができる。一般地図制作法は、一般的な利用者に向けて作られた地図を含み、それゆえたような特徴からなっている。一般的な地図は、多くの参照と場所形を示し、しばしば一連のものとして制作される。このような地図を一般図と称する。 計画の地図とは主に場所の地形に意識を置き、高さ方向を示す、等高線を使用することにおいて、他の地図と典型的に異なっている。国土地理院の地形図は一般図の代表例である。位相的な地図とは、ある非常に一般的な地図で、ナプキンの上に描くような種類の抽象的なものである。主題的地図制作法は、 特定の利用者に適用する特定の地理的主題の地図を含むいくつかの例を挙げるとインディアナ州のトウモロコシの生産量を示すドットマップやオハイオ州の群を段階的に色分けしたコロプレスマップなどであるこのような地図を主題図と称する海図、地質図、道路地図、住宅地図などは主題図の例である20世紀に地理的のデータ量が 爆発的に増加したため、主題的地図制作法はますます有用になり、空間的、文化的、社会的なデータを解釈するのに必要になった。地図上の場所に名前を付ける方法がいくつかある。初期の探索者はいくつかの方法、自分たちの名前や、生まれ故郷、あるいは彼らの国の統治者の名前による、で名前を付けた。また、発見したもの、その土地の気候、 周辺で起こった事件、あるいは場所から名前を付けられた例もある。ブラジルの海岸の多くの場所は、1500年頃のポルトガルの探検家によって名前が付けられたが、彼らの探検の詳細な時系列が後で復元できるように、カトリックのカレンダーの聖人の名前が割り振られた。地図学者はまたその土地の土着の名前を借りることもあった。時々は書かれたものを、 ラテンアルファベットに自訳したが、多くは音をそのまま映すか、そうしようとした。探検家は近くにいた土地の住人にこの土地が何と呼ばれているかを質問し、答えが何であれ、それをその土地の名前とした。ユカタン半島、ユカタンは土地の住民の言葉で何と言ったんだの意味は、このようにして名前が付けられ、アラスカのノームも同じようにして付けられたという伝説がある。 コンピューター技術の発達により、電子的に地理情報を処理することが多くなり、地理情報システム GIS などの隣接分野も盛んになってきている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。